皆さんこんにちは、ダイタラです。ラクマス、今日もやりましょう。さあ今日の動画なんですけどね、ちょっとね、いい情報を持ってきまして、もう知ってる方は知ってると思うんですけど、お金稼ぎにね、結構有効なね、方法がありまして、それを紹介したいと思います。まあ、その内容なんですけど、まあ、タイトルに書いてるから分かると思うんですけど、こちらなんですよ。ドン、ポリンバンバン。で、ポリンバンバンっていうゲーム、毎週水曜日20時から21時限定のイベントでして、こちらね、参加するだけで、とあるアイテムがもらえて、そしてね、そのアイテムと交換すると、結構ね、いい売れるアイテムに交換できるんですよ。ちょっとそのあたりをね、今日は紹介していきたいと思います。はい、というわけでここまで来ました。プロンテラの南です。マップ的に言うとね、南門のね、音楽を聴けるところの横に、最後、ちょっと前にできたんですね、ポリン島転送ってやつ。これでね、ポリン島に入りましょう。ここからね、ポリンバンバンの会場に行くことができます。はい、やっていきました、ポリン島です。で、ポリン島。で、ここがもう、今、盛況ですね。ここにいるね。今、プレイヤーあまり表示してないので、あんま出てないんですけど。アイテム売れちゃったよ。ちょっと待ってね。ここでな、いる、ポリン君に話しかけて、エントリーすると、ミニゲームが始まるんですよ。ポリンバンバンってやつ。このゲームをね、10人のプレイヤーで競うミニゲームでして、1回のプレイ時間は6分。自分自身がポリンになって、他のプレイヤーに食べたりとかして、金色のリンゴがあって、それをね、たくさん集めるっていうゲームです。まあね、それで最終的にいっぱい持ってるね、リンゴを一番持ってる人の勝ちって感じで、1位、2位、3位に関してはなんかね、より多くで、とあるアイテムがもらえたりとか、あと参加すると、毎週1回、特別なね、参加賞的なやつがもらえるって感じです。ちょっとやってみましょうか。エントリー。お、始まったぞ。俺これやったけどね、最高3位なんですよね。今回はね、なるべく高い順位目指していきたいと思います。さあ、オレンジ色のポリンですね。名前なんだっけ、なんかポリンとかポポリンとかなんかいっぱい名前あるんだけどね、ちょっと詳しい名前わかんないんですけど。さあ、今ね、この感じで、右下にあるのが、スキルですね。体当たり。これですね。アクティブスキル。ね、体当たりしてノックアップアップさせるっていう、ポポポーンってやつ。ね。はい、ポポポーンって感じで。当たんで。はい、ポポポーンって。こうやってね、敵に体当たりしてね、アップル奪うって感じなんですけど、結構ね、このゲームね、よいしょ。やめて、俺に来ないで。俺のとこ来ないで。怖い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 。変な人がいる。よし。さ、怖い、来ないで来ないで。よし。とりあえず、やっつけるとね、その人がね、ゴーストリンクっていう、ね、ゴーストになります。で、参加するだけでね、報酬がもらえるので、意外とね、放置してる人もいるのでね、そういう人を狙い目なんですよ。よし。ほら、暗いや、ほら。で、モンスターもいて、モンスターを倒すとね、こんな風にスキルがもらえたりするんですよね、スキル。スキル、これですね、今、体散ポーン。自分の体が2倍になるみたいな。ね。で、こういうね、スキルは1回使い切りなので、ちょっと気をつけなきゃいけないんですけど、敵を倒したり、宝箱を開けたりして、スキルを集めながら逃げていくって感じで、今僕ね、右のとこに出てるように、順位が3位ですので。ね。で、なんとかね、スキルを集めて、後半戦に備えていきましょうか。ね。うい。スキルが欲しい。いや、怖い怖い。なんか、狙ってきて、狙ってきて、俺のこと。引っかかってる、俺。辛い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 。よし。ほら、返り討ちじゃ。待って、奪われた。退散ポン。やべ、めっちゃ落ちてんじゃん。回収回収。回収回収。やべ、やべ、やられちゃう、これ。どけ、おめえら。全部取られる。いや、俺死んじゃうじゃん、これ。逃げろ逃げろ逃げろ。殺される殺される。あ、俺1個しか守ってねえんだけど。まずいな、これ。さあ、これスキル何これ、タイサンポン。逃げるか。逃げるか、これ、俺。やばいって、強い人いっぱいいるって、もう、どうしよう。さあ、とりあえず、これ、なんだ、もうリンゴがないんだよな、どこにも。よし。とりあえず、スキル集めしてみましょうか。今のところ。これ何これスキル。で、突撃ポン強いぞ。やばい、殺される、殺さないでくれ。喧嘩すんな、お前ら。よこせ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 、いや、あー死んだください、僕にください、リンゴください、リンゴください、リンゴください、お願いします、僕にリンゴを。あと1個、あ、ゴースト状態になったらね、リンゴ拾うことができるんですよ。で、2個拾うと復活できるっていう優しい世界なんですよ。なんで2個拾った、俺帰れ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 、よし、拾って逃げるぞ、拾って。お前ら喧嘩しすぎや。よし。回収完了。逃げろ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 。君ら喧嘩しすぎでは？よし。
大丈夫大丈夫。ほら体当たり、うわ負けた。体当たりやばいな、これすごいなんかねえ黄金に佇んでる人いるんだけど、あれやばくね。よしさあなんとかアップル回収。いや、誰、いっぱい売れた。スキルがいるな、今んところやっぱ。ちょ、スキル回収しよう。さあ、残り時間もうあと1分なんですけど、俺が今2位なんですよね。なんとかこのまま逃げ切りたいと思うんですけど、スキルがね、だいぶ溜まってきまして、突撃ポンとか、あとは、この退散ポンとか、要速度アップとかあるので、まあ、最終的にも逃げ切れるかなと思ってことなんですけど、ねえ。この辺、こっちだよ。さあ、出会うことなく終わってしまうのが残り30秒ぐらいです。めっちゃおる。突撃ポーン！よこせ。あ、俺今1位じゃん。逃げようぜ、このまま。よし。20秒！よし！奪い取ってこのまま逃げようぜ、このまま。見え、もう、このアップル入手しましたって見えないな、もう。今1位じゃん、俺ずっと。よし。え、これ簡単じゃねえ、これ。耐えたりしないで、俺を。あ、抜かれた、最後に。待って、返せ、お前。あ、勝ったか、これ。簡単じゃねえ。どうや？え？行ったでしょ、これ。お！完全恐怖取り！大勝利！マジか、勝っちゃったよ、俺。うわぁ。で、俺が言いたかったアイテムこちらなんですよね。護衛バッジっていうアイテム。これがめちゃめちゃいいものでして、まぁ、ちょっと後で使いましょうか。で、順位に応じてこのハッピーポリンってアイテムもらえます。たくさんもらいました。やった。やった、嬉しい。やった、初めて1位になるな。イエーイ。で、なわけです。今もらったアイテムのね、こちら護衛バッジね、が、その、さっき言いましたけど、アイテムと交換できまして、何と交換したかっていう話なんですけど、まあ、こんな風に色々ありまして、ニーベルンゲンのかけらとかね、アークシンのね、石碑をレベルアップさせるためにも使ったりとか、それとかね、フェスガチャとチケとか交換してもいいんですけど、おすすめは、このね、上にある3つなんですよ。これ、チモチ、取引所価格が23万。で、なんたらね、涙、レメゲトンの涙21万。そしてね、レネグトンの毛、19万。約ね、20万で売れるんですよ。20万銭に。なのでね、おすすめもこれをね、交換して売る。これがね、毎週水曜日に、ね、なるべくやった方がいいっていうね、金策、お金稼ぎとなります。ね、この護衛バッジに関してはね、初週ね、参加するだけでね、レベルに応じてもらえます。レベルがね、応じて5個だったり、10個だったり、15個だったりするんですけど、どのレベルから何個かっていうのは、ちょっとね、調べてもちょっとわかんなかったんですけど、80から上ぐらいになると、ベースレベルが15個ぐらいもらえるっていう感じらしいですので。で、それでもね、それに満たしてない方でもね、参加するとね、もらって交換できますので、ぜひともね、皆様、集めて参加してみてください。ミニゲームもね、結構楽しいんで。で、ハッピーポリンはここで交換できまして、さっきのね、順位に応じてもらえるやつです。ハッピーポリンは、まあ、結構ね、貯めなきゃね、交換できないんですよね。なんか、何と。あんまりね、ないので。まあ、なるべくやっぱこのね、レシピとかがいいかなっていう感じですね。取引不可なんですけど、ね、このあたりとか作って、置くと、作ったりするといいのかなって感じです。結構可愛いのあるもんね、これ。今、着せ替えとかあるから、やっぱ見た目装備って結構需要がね、僕の中ではあるんですよ。なのでね、ハッピーポリン貯めてね、貴重なものとか交換したりとか。まあ、ゴールドバッジがあるからね、これゴールドバッジ交換してもいいと思うし、ぜひともね、そんなあたり狙ってみてください。はい、そう、それでね、とりあえず今回のね、動画はこんな風に僕はお金毎週、ハッピーポリンやってますよってで、交換してお金稼いでますよって動画でした。ね、結構全員装備、強化するのに必要なので、皆さんもね、集めてみてください。さあ、これが本当は動画終わりなんですけど、まだね、ちょっと一個告知がありまして、聞いてください、皆様。なんと、私、これ、元祖秋のゲーム祭りです！こちらなんですけど、イオンのレイクタウン風ってところで、行われます。11月24日日曜日に、ラグマスのね、なんかブースかステージかがありまして、そこにね、人気クリエイター、はじめ社長、と一緒に出ることになりますので、ゲストとしてね、お呼ばれすることが決定しましたので、
どうしようかな、ちょっとね、頑張ります。なんとか、いやちょっとドキドキしてきたな。ね、ラグマスやったことある方もね、やったことない方もね、その会場にぜひともね、足を運んで僕とかを見に来ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。あとね、ちょっと今パッと調べたら、来た方とか会場でゲーム体験してくれた方にはポリンのアクリルキーホルダーとラグマスの缶バッジとかもらえるらしいので、もらいに行こうよな。はい、終わりです。それではね、ラグマスもうすぐね、三次色も実装があり、新しいマップとかもね、追加されるみたいですので、皆さんもね、がっつりとね、金策して装備強化して、次に備えておきましょう。また見てください。おそよ。